勝負は決している。橘に敗北はない。ああ、異論はないよ。ジェストなにやつ、名乗れ豊久、島津豊久。呆れたガキだな、一人で立花に挑むとは。はあ、チェスト。おじ上、なぜ邪魔を。立花を撃てばこの戦は勝てた。貴様も死のうがな。島津が勝てるなら俺の命なんか。命を捨てられる戦は一度きり。この戦がそうだと言えるか。突っ込んでおれ。戦場で兜を落とすなど物の負の恥よ。天正6年、九州の覇権を狙う豊後の大名大友宗麟は九州南部を制すべく大遠征を起こした。名将高橋常雲率いる大友軍は破竹の勢いで南下。島津家久がこもる鷹匠を包囲する。島津当主義久は弟たちと共に救援に向かうが、両者の戦力差は明らかだった。相手は大軍、常雲の下には橘宗茂、銀千代も控える。だが島津は諦めない。島津義弘、豊久を中心とした島津の猛者たちは決死の覚悟で大友の大軍勢に挑む。九州の将、耳川の戦い。俺はもっと強くなる。鬼島津の戦をすればよい。下のこもる鷹城、頼まれようか。ここは大友軍に囲まれておるな。なら城を餌に大友軍を撃つ。さらに兄者の城に入れば餌の価値を上がる。お前というやつは、まあよいな。まずは鷹城への道を切り開く。わかった。道は開いた。鷹城へ向かうぞ。始末は甘く見てはない。勝つためには義久を狙う必要がある。長くな、始末。よし、頑張れ。鷹城を明け渡す気はないらしい。
ならばあれの出番か。ジョウン殿が運び込んだ大筒、国崩しのな。ロシサオジが怪我を。何なんだあの兵器は。敵の足は止まった。今のうちに鷹城を落とせ。開門。わしよりも鷹城。鷹城が落ちれば始末は終わる。何じゃの尻を狙う敵か。即刻始末できる。敵の士気も備わろうと。行くなら全力だ。
国が平らげた。抜け目ない将軍はやはり兄者。分かった。なってきた。ならこのまま兄者を餌にするまで。まったく困った弟だ。迷い、敵は引きつけておく。赤城への釣りは失敗。しかも義久王子の負傷も見抜かれた。絶対絶命だ。分かった分かった分かった。さて、アリジャのおとり作戦を成功させる。友軍の側面を増援が必要だ。増援を呼び込む絶好の砦で立花の坊ちゃんが抑えて。さすがに。よし、頼まれようか。王子が死んでは始末の負け。ここは年下に指揮を任せ、引かれよ。敗北条件変更。我が不明恥ゆかかる。大友の戦線は伸びきった。今こそ包囲殲滅せよ。そうした大将を餌に敵を釣る。しかも大将を変えて戦を続けるとは。これも島津の諦めぬ心がなせる技よ。我らは見事にやられた。引くしかあるまいな。開門。将軍相手に油断はできぬ。情けは捨てよ。徹底的に大友軍を叩け。ジョーン殿、立花は死を恐れない。敗戦と決まれば潔く散るのみ。開門。素晴らしき戦果よ。ガキが見せるを倒す。地獄となる。吉宗が強行した命、吉宗が死、洞説や城が反対したそうだ。では城を率いる大友軍の士気は低いはず。そこをつけば健康一滴。いや、そんな隙はみじんも見せんだろう。中橋城軍とその後ろ。王子に
しまった。なんでこんなに震えてるんだ。戦はもう終わったってのに。さてはひよっこ、常雲の気迫に気をされたか。あの男は無能な主君の命でこの耳川まで攻め寄せた。ろくな情報も準備期間も与えられずにな。常人ならば戦う前に勝負を諦めるところだ。だが奴は兄者を負傷させ島津を最後まで追い詰めた。戦は博打、勝敗は最後までわからぬ。負けと諦めれば負けが決まる。常雲はそれを知っている。叔父上からそれほど尊敬される男常雲ならば、俺はその常軍を撃って。大言はその震えを止めてから言え。立花の坊ちゃんやお嬢にすらかなわぬ男が何をほざく。二度と勝手な真似はするな。常軍を撃ちたい、立花を撃ちたい、そしていつの日か叔父上に認めてもらいたい。